一旦は、五冠末期から三国時代の義にかけての人物。字は、中将。本願は、司令系長院と良県。父は、伊忠氏。兄は、安氏。父の伊忠氏は、五冠の大臣であるふとし僕であり、こうは、伊忠氏に、先日は、安氏がやってきました。不知祭は卓越しており、雅火かつ高気で、今世の優れた器です。 昨日は、異端がやってきました。性格は穏やかで誠実であり、文章に優れていて、家を保つ、主となるでしょう。あなたのような親から、このような二つの宝石が出るとは、誠に珍しく尊いことですという手紙を送っている。この手紙が、中国のことわざの、老房性玉となった。検案年間に、上経理として管理についた後、特別に老中に任ぜられた。 対話年間に、武徒大使となり、書に巧みであったため、聖書年間に自中に、選ンタ。その後、中書官となり、公六大部となった。下平五年に七十五歳で没した。一旦は書に優れており、総書を良くしたため、総世と呼ばれたが、一方で、会書も良くした。義王朝の放棄の命題は、すべて遺旦が書いたと伝えられる。長子の筆。 左白の紙、そして自身の墨を使う時のみ立派な字を書きうるのだと、言上したとも言う。また、宮殿の変額もしばしば書いている。施設信号には宮殿を造営した際、はしごに登って、変額を書かされた話が紹介されているが、道中に引く四体書生には、現代の高層ビルの窓吹きゴンドラのごとく、 縄をつけたかごに乗せられ、地上約60メートルの高さまで引き上げられて、変額を書かされたという、信じがたい話が紹介されている。異端は恐怖のせいで髪も髭も白くなってしまい、子孫には決して書道を学ばないよう書き残したとされる。文章にも巧みであり、俗字の技法をよくしたという。ありがとうございます。